ス長谷川と金ブラのサナンボ通信 with 宮田翔介。はい、始まりました。9月9日水曜日午後9時はサクランボ通信のお時間でございまーす。よいしょー、ガッキリー。はい、というわけでございましてね、サクランボ通信なんですが、はい、この番組説明させていただきますと、はい、私宮田翔介が、エグゼクティブプロデューサーとなりまして、僕から見まして、皆さんから見まして、左側3人ですね。この3人が何を隠そう、今まで彼女ができたことないさくらんぼでございます。このさくらんぼたちを大人へのブラックチェリーへと導いていこうというブラックですね、ブラックチェリーへと導いていこうという番組でございますけどもね。まあというわけでございましてね、まあ、先月まではね、はい、まあこういった番組も自粛明けやってまして、そうですね、まあ普通にちょっとある程度ちょっと感覚を持ったりとかね、みんな自粛なんだろう気をつけながらやっておりましたけどね、先月ですか、はい、極楽とんぼの山本さんの山本軍団で、の皆さんでね、クラスター起きちゃったじゃないですか、はい、起きましたね、いわゆる YouTube 撮影の中でも起きてしまったということを受けましてね、はい、今回はみんなこのマウスシールドというんですか、そうですね、こうつけてねお送りいたしておりますけれども、ね、ですか、初めてつけましたけどどうです。意外とでもね、はい、マスクよりはだいぶ喋りやすいですよこれ、はい、あとフェイスシールドよりかは全然楽ですね。ああそうね、はい、俺も漫才中とかはさフェイスシールドをつけてやってるんだけど、やっぱフェイスシールドちょっとかなり曇るしさ、そうですよね、あとやっぱ声の反響がすごい聞こえるもんね、そうなんですよね、これもある程度ちょっとはするけど、でもやっぱフェイスシールドよりは喋りやすいかね、なんかここ顎固定されてる感がちょっと違和感あるけど、ね、まあ慣れれば結構楽ですよね。まあそうね、あれフェイスシールドってこうなるじゃないですか、声ってこうじゃないですか、どういうこと、あの声出すときにこう上がっていくじゃないですか、声がね、はい、上に行くじゃないですか、声って上に上がるらしい、はい、そうそう、フェイスシールドだとここが塞がっちゃってるんでこう止まっちゃうんですよ。どういうこと、どういうこと、止まっちゃう、え噛み砕いて噛み砕いて、だからあのこれだとここが下がおあの塞がれてるんで、ここ空いてるんで、上がね、上が空いてるから、うん、そう声がこう通るんですよ。はいはい、声がこう通る。フェイスシールドだと、だから声がこうなっちゃうんですよ。どういうこと？分かってるでしょ。もうちょっと噛み砕いて。楽ってことね。そう。簡単に言うと楽。これ楽。分かった。みんな買って。そうね。ぜひ買ってください。そうね。本当楽ですよこれ。まあなんかね、こう舞台とかね、そういう場所、こういうなんか映像でもですけど、マスクしてやるのはちょっとね。あれだし、さすがにマスクして喋るのも喋りづらいし、はいはい、今テレビとか見てても旅番組とかでもやっぱこっちつけてるよね、顔がね見えますから、はい、まあ、この1ヶ月僕はあのキラーコンテンツずっとあのお芝居をやってたんですよ。あ、お芝居、あそうそう、俺見に行きました、ありがとうございます、はい、お芝居を参加してたんですけど、その練習の時はまず最初の時はフェイスシールドにマスクだったんですよ、はあはあ、でそれがものすごいみんな喋りにくくて噛み倒したりなんだりしてたんですけど、本番2週間ぐらい前になってようやくこのマウスシールドになって、うんうんうん、あの練習し始めましたからね。あ、なるほどね、ずっとその練習期間は半分以上はなんかそういうのフェイスシールドとやっぱ対策を完全にしないと、もう一回ね出ちゃったらもう舞台はもうやばいですから。そうね、お芝居関係なんか特にそうじゃんね。そうだって全員 PCR 検査受けに行きましたし。あ、そうなの。僕もなんか受けに行きました。行くんですよ。へえ。で、あのどっちにしますかって言われるんです、 PCR 検査。どっちってあの唾液で測りますか、鼻の奥になんか綿棒みたいなのをねじ込んでやりますか、って言ったんですけど、やっぱ正確なのはやっぱ鼻の奥に綿棒をあのめじ込む方なんで。そっちの方が正確なの。正確らしいんですよ、唾液よりも。はい、へー、そうなんですか。でしかも結果がそっちの方が早く分かるということなので。おー、なるほど。あと話の種になるっつって、あの綿棒でお願いしますっつって、キラーコンテンツ2人とも綿棒でやって、なんかねこのね、中指ぐらいの長さの綿棒をまず鼻の奥に突っ込まれるんですよ。めっちゃ長いやつ突っ込まれる。あのこのインフルとかと一緒でしょ。そうそうそう、うん、この辺までくるんですよ図解すると、うんうんうん、でそれをあの突っ込まれてますから、もうあのちょっとね軽い咳が出るんですね、もうその時点で。あ、そうだからあれ医者の先生も大変らしいよね。
あの映るだから咳されたら映る可能性もあるから、そうこうしなきゃいけない。そういやだからめちゃくちゃ怖いやん。診察室でやってくれないんですよね。映る可能性があるから。ロビーかなんかでちょっと離れたところでやるんですよ。診察室だともうだからそこでもコロナの人が出たらクラスターになっちゃうから。なるほどね。多くの人が診察来るから。はい。なるほどなるほど。他の病気の人もなっちゃうからつって診察室のあの端っこの方というかロビーの端っこの方でやられるんですよ。うんうん。でも突っ込まれてでさらにそこから5回ねじられるんです。ぐいーっつって。ああ。ねじるの？ねじるねじます。5回ぐいちょっと我慢してくださいねと言いながらぐい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 ってねじるんですよ。くしゃみてません？で出そうなの出そうなの。でそれをぐいって引っこ抜かれてはい終わりでーすっていう。あそれだけで終わりなんですか？終わりです。ただずっと涙出てるよ軽い。なんで俺はこんな目にっていう。そう辛いから。自然に出るの。俺も去年か去年だよ、そう、長谷川パンデミックが来た時に、はい、キラーコンテンツの単独ライブを去年ね、はいはいはい、やるって言ってて、で、それがコントがあって、はい、で、俺も台本ちょっと書いたりとか一つコント少しだけ参加してたから、はい、まあ練習行った時に長谷川がずっと咳してんの、ゴホゴホしてましたね、すごい咳してて、2019年1月の話ですからね、これは。そうそうそう、2019年、だからもう去年の1月だけどね、はい、で、それで移りまして見事に移りましてで俺だけかと思ったらみんなに移りましてそうですねで症状がさ本当今まで感じたのことないぐらいずっとガタガタ震えるし体中痛いしこれ絶対インフルだよインフルじゃないわけないよこんなのって単独1週間前ですよそれで長谷川お前インフルだろって話したら、うん、いやインフルじゃないんですと、うんね、な2回ぐらい病院行って検査したけどインフルじゃないって言われましたって言われて、うん、だって俺1日それ打った後本当全然起きれなくて近くにあるみかんを掴んでどうにか食べるぐらいしかない生命線ですもんそうでしょうがないある程度落ち着いてからだけど、はい、病院行って、はいはい、で症状こうなんですけどってあいやそれはちょっとインフルかもしれないですねって話になってだもう隔離されて、うんでまあ、すんごい寒いところに隔離されて階段側のずっとしばらく震えてたらやっぱ来てで初めて綿棒でじゃあ検査しますんでっていうので綿棒をバーって入れるんだけど俺もうこんな入れるのって思うぐらいえっってそんな入れますってずっとこうええっつったら向こうの人もそうします入れるんですね入れるんだとグッてええっねじりますから絶対ねじりますからあれはそうそうあれが俺でもこんななんだと思って痛いんですかいや痛かったいや痛いんだ俺も経験あるけどめちゃくちゃ痛いうん、ただやっぱりそのインフルエンザの時はみんなで話してたんですけどインフルエンザの時はちょっと鼻の奥とか鼻炎気味じゃないですかだから余計痛いんじゃないかと僕らに今回普通の状態だったんでなるほど、ね、そんなに痛いっていう人はいなかったんです涙は出るけどもなるほど、ええ、それはあるかもね、ええ、なるほどね久しぶりだぜお前頭ぐるぐるぐるそういう検査したことないのキューピー僕ないですねはい、あれだもんね、具に取られた血液検査だけだもんねだから、なぜ僕を化け物扱いするシティーボーイよ、僕シティーボーイよ、マジでシティーボーイで、その山の奥から降りてきてないから、毎回あれ、サンダとガイラじゃなかったっけ違うわサンダ、ガイラ、キューピーじゃなかったっけ違うあれが三大怪獣やね、お前羽田空港で人食ってなかったっけ食うかだってもうむしろ人と同じ、夜人と同じぐらいもう、ま、このマスクのところの耳がもう逆側逆側逆側こっちがもうちょっと怪物怪物の耳怪物の耳ただの福耳ですよ僕福耳なんだから完全にゴブリンだよゴブリンやこうなってますもうそうこうなってるやったことないインフル的なものにかかったこともないんだインフルはないですね、うん、あれはじゃあ予防注射的なのあ、打ちました小学生こうやって打った前で何よ軍のアンプルさせてねガボッツよやっぱモンスター扱いされてんじゃん止まれってやつやだ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 グッザガーって看護婦さんが4、5人でこうやりましたそっちはあるんだなんかハンコ注射ってやつかまあ四角形のそれインフルであんの？なんかそれ BCG あれは BCG じゃない？あそれですそれインフルだと思ってたのそれ？なんかわかんないけどなんか抑えたなっていや小学校なんだか楽よいやもうモンスターだわ小学生からやっぱこれがわかんないんですよ
いやいや、今小学その頃は分かんなくても、うん、今は分かっててほしいよ。あれじゃないの、君だけ別の人で腕を見せてみろってバサッて言うなんか分かるやつじゃないの。ほら、後があるじゃないかっていう。ほら、これがね、入会所みたいな。入会所みたいな。入会所あのクラブ入るための入会所、うん、そんないいもんじゃない。そんないいもんじゃない。だけどなんか声ガサガサじゃん。どうしたの。いや、あの僕、うん、一昨日東洋館あ舞台で舞台やりまして、うんうんうん、で僕今一発自己紹介ギャグのよろしくピーってやってるんですけど、ちょっとやってみてよろしくピーどういうこと。今なかつて人が笑ったことであるのいや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 、いやもう東洋館ではもう待ってましたみたいになってますよ。本当、はい、え、それを待ってる人がいるの。え、やっぱ皆さん、頭おかしい人、いや笑ってはないんですよ。笑ってないだろ。じゃあ合ってるよ。なるほど、笑ってないけど待ってる人はいるわけだ。なんか喜んでね。その人も待ってはいないと思う。もうなんかしょうがなくだと思うよ。なんか楽しそうみたいな感じで見ていただいてるんですよ。そんなよろしくピー、まあ全部よろしくピーなんですけど今、うん、5分だったら5分間よろしくピーでやるんですけど、5分間ずっとよろしくピー。どういうことなの。あちらのお客様よろしくピー、こちらのお客様よろしくピー。それを5分間やる。5分間。地獄じゃん。地獄大丈夫、お兄ちゃん大丈夫。それやる方も黙って見てる。やる方も地獄だし隣も地獄だしお客さんも地獄じゃん。だからキューピーが倒れるかお客さんが倒れるかのこれ一本勝負なんですよ。いや、なんでそのお客さんに仕掛けるの。そうやって挑んでいかないと。でそんだけ俺はキューピーは本気だぞと。それで喉を壊したの。4分30秒のとこで、うん、確か東洋館に、あ、浅草園芸ホールによろしくピーってやったら、うん、ちょっと声裏返っちゃいまして、うん、でちょっと外しちゃいまして、そこからちょっと声を潰しちゃいまして。じゃあもう完全にお前の負けじゃん、一本勝負。いや、完全負けましたね。いや、でも4分30秒戦い抜いたと。そこは僕の勝ちですけど。いや、負けですよ、負け。負けですよ。負けですよ、喉潰れるぐらいなら負けですよ。でも、完全燃焼ですね。僕はちゃんと勝負は挑んだんで、はい、負けたやつの一番かっこいい言い訳みたいな。4分30秒キューピーやってるわけでしょ、はい、お兄ちゃんその間ずっと黙ってるわけ。黙ってみてほしい。温かい目で見守っていただいてます、はい、それ10分の時はどうするの。10分の時は、この前10分の時は7分よろしくキューピーで残り3分一応持ちネタの漫才をしましたね。地獄じゃん。なんでお前は本ネタ3分しかねえんだよ。おかしいだろ。いや、持ち時間10分ですよね。いや、本ネタは本当は30秒でやりたかったんですけど、うん、ちょっとキューピーちょっと若干心折れましたね。でちょっと巻いて7分でした。やば、負けてんじゃん。ちょっとね、いや勝ったことあるんですかこれ。一本勝負どころかずっと負け続けてんじゃん。いや、もう、いや試合には負けてますけど、うん、勝負には負けてんじゃん。どっちも負けてますよね。これどういう、これなんていうんですか、なんとかには負けたけど、で試合には負けたけど勝負に勝ったって。そうです、そうです、そうです。どっちも負けてるんじゃん。負けてる。いやまず僕が勝負を挑んだっていうことがもう勝ちなんですよ。ん、参加することに意義があるべきだ。そうそれ、ごもっと。そうです。それマラソン大会でビリのやつのでもやったし。やったからいいんだし。出だし。やったからいいんだし。まあ、それは、それでは、じゃあ今回喉壊れて。ちょっとやっちゃいましたね。やって、はい、はい。だから今、蜂蜜金柑喉飴とかを。なんか蜂蜜がいいらしいですよ。喉は。知ってるよ、ね。存じ上げておりますが。プロポリスとかね。いや、プロポリスあれは本当に、あれは、あれですね。急に壊れたの。あの人急にアブジョージさんみたいな声出した。どうした。僕のお口には合わなかったです、プロポリス。いや、美味しくはないけどな。まずいって言ったら、見てる人多分、おい、キューピープロポリス、なんか、ね、批判来たら怖いから。会社の人から。そう、だから、ちょっと、僕の口にはこれでしたね、プロポリス。いや、美味しいものは大体喉に良くないよ。うん。うん、薬効性はないから。そう、プロポリス、すごい、あれですよね。ビターですよね。ビター。ビター。なんで急に英語使ったの。すごいビターみたいなボケを。ビターなんですよ。腹立つ。お前はもう本当蜂の巣から蜂蜜食べてる。プーさんと同じ。プーさん襲われるやつじゃないですか。そう。お前も一緒に、うん、プーさんと一緒に取りに行こう。共同作業。で、うん、お前だけ刺されろ。
ブーさんもブーさんもだね、みんなの人気者だから僕だってみんなの人気者ですよ。どこのガイラと一緒に東京湾に沈んだらいいんだよなんで僕海中と道連れなんですかさっっ、はい、というわけでございましてね、ちょっと一曲いきますかね、はい、キューピーの喉の調子ももうちょっと良くないので一曲ちょっと挟んで様子を見ようと思いますはい、お聴きくださいノアでドライバー。近くにいるあなたへと、どこまでもこの道を行こう。君の笑顔待っているんだ、あの街が待っているんだ。想いを乗せてハンドル握る。今日も明日も未来へ運ぶ。僕は夢追い人いただきましたのはノアでドライバー聞いていただきました。ブンブン、はい、というわけでございましたね、冒頭の方でもお話ありましたけど長谷川くんお芝居、はい、今月頭何日か1週間ぐらい、そうですね、9月の1日から7日まで、目白にあります日本神学校礼拝堂というところですね。あ、そうそうそう、教会でやったんです。教会でやって、もうだから8月前いっぱい全部練習ですよ。ほぼほぼ毎日練習があって、夏休み全部捨てて、夏休みのまあね、大人だからもうないからね。で、翔介さん見に来ていただいて、あ、そうそうそう、あの俺彼女と見に行ったのよ。二、うん、人で、二人で見に行きまして、行ったんですけど、どうすか？やっぱあの日結構平日の2時から、昼の2時からだったんですけど、ね、はい、まあまあなんか思ったより人もっとなんか少ないかなと思った。え、どのぐらい入ると思うんですか？まあだキャパ的にはパンパンに詰めれば80人ぐらいは入るところなんです。もともとその礼拝堂なんで結婚式のとかをやるところなんですけど、だからそう後ろにこう十字架があったりとかするんだ。あの普通のイメージ的なあの挙式やるところみたいな。あ、そうそう、あのお前が入るとなんか体が燃えるところ。ああ、そうやっぱね、聖域だからね、そういう感じのところ、うん、ザ人間よ、ザ人間そう、ザ化け物だよね。ちゃんと拝むし、ちゃんと十字切るし、切らせてくれよ十字。いいんだよ、まあ、俺の話は。お前の話は別に。そうだ。自分で話してわざわざ僕に振るって何なんですか。いいんだ。僕が入ってくないんだ。俺はそんな そこまでの反応は期待してない。自分の自分で拾うぞ。自分で振っといて引くからね。いいんだよ。今自分で話すせいは。そんな長いことやんなくて。拾うよ。誰もさがぐらいでいいの俺は。いや若手なんだからガンガン拾ってますよ。いや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 、お笑いモンスターです僕は。はい、はい、じゃあモンスターじゃん。モンスターじゃん。モンスターじゃん。でそこで やったんですよ。計8回ですかね、1日2回公演もやりまして、はいはいはい、で2日目 の第2回目の公演に翔介さん来ていただいて、そうです、行きました行きました、ずーっとやってたんですけど、じゃあもうね、練習がもうほぼほぼ毎日ありまして、感染対策も必ずして、1時間に1回必ずあの練習は止まるんですよ。やっぱ換気しなきゃいけないんで。
うわ大変ですね、練習場所も。え、どんくらいお芝居の練習したの？8月の前半は、6時集合の6時9時で毎日3時間ずっとありまして、はい、朝じゃないよね、夕方9時から9時の3時間ってこと、はい、それ毎日ありまして、まあオフ日とかもあったんですけど、で舞台のその1週間前、うん、始まる1週間前は2時から9時までが毎日、2時9時で7時間、はい、え毎日1週間2時9時でやるの？そうですそうです。いやーすごいねっていうのをやりまして、ああお芝居って毎日練習するんだと思いましたね。大変だね漫才なんて別にほらあんまりしないじゃないですか、ネタ合わせ1回したらそんなに毎日コン詰めてやるっていうことはあんまりないじゃないですか、2時9時で2時9時でやることないよね。ないないない、びっくりしまして、はい、もう睡眠時間3時間とか続いたのかな、確か3日ぐらい、うん、なんで2時9時で3時間になっちゃうの睡眠時間。なんか夜ちょっとねずっとゲームしてたんで、それが原因だろそれだろと考えても、それだけはね譲れない。バイトかなとかも今ちょっとなんか、ゲーム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 仲いいですね畳みかけるよね、ゲームゲーム体壊せ体壊せお前壊れてんじゃん。あれはお芝居は、はい、台本は作家さんが書いてもらった。台本は作家さんがいらっしゃって書いていただいて、それを、うん、まあ、ある程度元にして、うん、まあ、練習をしてっていう感じですかね。演出は？演出の方もまた別にいて、演出家さんがいた、はい、いるの？いらっしゃって、劇団リプレセンの方が、へえ、なるほどね。そこでずっとやってたんですけど、うん、いやまあね、辛い1ヶ月でしたよ。やっぱり経験がないので。役柄とかはどうな、どうやって？役柄はかつて一発当てた女性パンクバンドの追っかけっていう。おお、なるほど。裏どこじゃない。いまだに5年ぐらい経ってるんだけど、いまだに好きっていう。ああ、なるほど。だから仕事とかを全部辞めて離婚もして追いかけてきたっていう。あ、全てを捨てて。役柄ですね。そのメインの女性が3人いるのかな。パンクバンドをやってて、まあ、バンドをやってて、パンクバンドでそのキャラが強すぎて、それ以降売れなくなってしまったっていう。ああ、なるほど。うん、毎曲毎曲ギター壊したりとか、そうですね。してたみたいな。地味編みたいな。そうそうそう。地味編でパンクパンクだ。そう、あれですよね、何かにやっぱ追いかけるってキャラクターは長谷川さんらしい。いや、なんかね、ほぼほぼ当て書きらしいです。あ、脚本を書くってなった段階で、アイドルオタクを2人登場させなきゃいけないってなった瞬間に、あの演出家の方が、じゃあかつてちょっとちょろっとね共演させていただいたキラーコンテンツだっつって、それでふっと思いついてご連絡いただいてみたいな。すごい。じゃあオファーをいただいたってことですか。そうです、すげえ。もう長谷川さんのための役ですよ。まあでもそのアイドル推しではないので、私は。あ、まあ、そうです。どっちかっつったら、はいはい、やっぱ気持ちは分かんなかったですよね。でも、まあ、そ何かと自分の好きなものと当てはめて、自分の好きなものに握手をしに行くって役柄だったんですよ、はいはいはい、ただ僕は自分の好きなものに絶対に触れたくないっていうタイプちょっと違うんですよ。なるほどなるほど。会いたくありませんっていうタイプなんですよ。あ、いますよね、それと、野球選手と飯とか食べられるけど行くって言われても行きませんと、野球してないじゃないですかっていう感じになっちゃうので、僕。ああ、なるほど。ちょっと分かるかな。どうしました？あ、いやいや、ちょっとモニターに俺手だけ映ってるキツネですか、それ見せてもっとあるでしょ。ちょっとだけ、ちょっとだけ可愛く。ハトとかあるじゃないですか、いろいろ。ハトも違うもんね。ハトも影が聞こえない。でもまあ、教会でやるってのは珍しいし。そうですね、ただね、その教会も一番最初にやっぱ入った時は、ちょっと神々しい感じを受けたんですね。あ、これがっつって、やっぱ教会だ、礼拝堂だっていう、初めて入りましたから礼拝堂なんて、うん、まあ、そうそういかないですよね。ただね、毎日そこにずっといるとダラダラしてくるよね、やっぱり。礼拝堂のありがたみがだんだん薄れてくる、ね、あ、ちょっとバチ当たり、ね、うん、そうだね、うん、まあ、だシスターってそうですね、その後、うん、シスターシスターシスターだと毎日いるわけじゃないですか、うん、シスターって、うん、あそこに毎日いるか知らない、ね、うん、すごいですよね、うん、どうぞ。お前、いや、今は何も何なの何なの。シスターってすごいですよね。いやいやいや、コメント力クソ弱いよね。どういうことなの。いや、じゃあチャンス、思ったことただ言っただけなんですよ。シスターってすごいよ。シスターってすごいよね。シスターってすごいですよね。が出ちゃったんですよ。出ちゃった。とろっと。出ちゃったんだ。どうぞ。どうぞ言われても。まあでもそうね、シスター役の人もいましたしね。ええ、あ、そう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 。
で、まあなんか歌とかも入れて、そうですね、礼拝堂なんでやっぱり歌を賛美歌みたいなのも絡みつつみたいな感じ、うん、テンションソングみたいな、ウッピーゴールドバグ的な、そうです、やりつつですよね、そうね、でそんなね、あの1ヶ月のあのお芝居をね、乗り越えて今日ですよ、本当に今日今日です、はい、今日何日ですか、9月の9日ですか、9月9日ですね、9日ですよ、の取れたてほやほやの話がありまして、取れたてほや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 です、やっぱこの番組桜も通信じゃないですか、はいはいはい、何とか女の子と仲良くなって、はい、卒業していかないといけないっていうその本題ですよね、そうそう、まあ、そうです、彼女ができたら卒業ですからね、卒業という、はい、そこに大きく関わってくるお話が今日の朝ありまして、あら朝、あのまあこのね、やっぱりこの世の中がこうなってしまって、女の子となかなか遊べなくなってしまった、そうね、もう童貞に拍車がかかるよね、そうですね、はい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 、足踏み状態のままやっぱり僕らは半年いますよね、うん、そうね、この3人になりまして、ね、半年になりましたね、はいはい、僕はあくまでもエグゼクティブプロデューサーなんで、そうですね、 EP ですから、はい、そんな感じですけども、やっぱりそのコロナの前にやっぱり僕はね、やっぱり言っても一番年上ですから、このさくらんぼレンジの中では、はいはい、そうですね、やっぱり漫才協会の中でも心配してね、あの女の子を紹介してくださる方がいらっしゃったわけですよね、かつて、あかつてね、かつてここ先じゃないですけど、飲み会、ね、飲み会を開いてくださる方がいらっしゃって、はいはい、まあ、その中の一人にね、あの青空ピースケープーコのプーコさんがいらっしゃるわけです、はい、でプーコさんから本当に久々にご連絡がありまして、お、それが昨日の夜かな、ありまして、明日前に一緒に飲んだ女の子が東洋館に一人で見に行くと、あ、なんで、この後その東洋館の出演後のご予定とかどうですかと、よければその私は行けないけどもご飯とかどうですかという LINE が来たんですよ、でその時にはその時あの僕と、キープランニングの堀内くん、堀内くんとその、プーコさんとその女の子の4人でご飯を食べて、どうしました？モニターに、モニターに俺手だけ映りたいなって今言ってます、で、ご飯、堀内さん食べに行った、でその4人で食べに行った、この女の子が1人で来ると、ほう、それは今日の東洋館の舞台なんですよ、ほう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 、どうですかと言われたわけですよ、どうですかと、さくらんぼ通信があると、うん、いや、いいんだよ、別にさくらんぼ通信とか気にするな、さくらんぼ通信がちょっとこれはどうだろうと、予定としてはさくらんぼ通信がありますと、なんで、僕はですね、それをすみません、桜の通信があるんでって断りまして、今その女の子は堀内くんと一緒に2人でだから、これは翔介さん的にはこういう事例があった場合どっちを優先すべきなんですかっていう、いいんですよ、 これはあくまでも本当に君らは卒業してもらうの目的ですから、あの女の子との約束は最優先になります。でもね、僕は偉いと思いません、桜本氏を優先したんですよ、僕はだったらここに呼べよ、観覧に来てもらえよ、そうですよね、うん、でもあれじゃ観覧に来てですよ、最初に36歳童貞ですっていうところが始まるっていうマイナスからの1時間抜けるってことじゃないですか、ちょっとあの1時間北千住ラジオあるから1時間抜けるわっつってラジオやって で終わってスッて帰って行ったら誰もいなかったらどうすんだよ。そこはほら昔のトレンディードラマみたいな感じになっちゃうから。そこはほらまた、まあ、能力でこれでこれでそこをキープさせれば、はい、いいんじゃないですか。だから僕はもう、そう今日そういうことがあったんで、もう長谷さんにちょっと疑問を投げかけたいっていう。いやいやいいんですよ。そういうことがあった場合はどっちを優先すべきなんですか僕らはと。いやもうだからそれは前にも答えたことあるかもしれませんけど、そっち優先ですよ。こんなのはもう本当にキューピーでいればどうにかなんだから。そうですね、キューピーが1時間よろしキューピーやってくれればいいの耐久60分一本勝負かっこいいぜ、そうタイトルマッチみたいなもんだから局潰れますよいやでもほらキューピーの七色のよろしキューピーでいけるわけですよねレインボーのキューピーでいける、3カメあるわけですから、3カメ全部によろしキューピーいけるわけですから飽きさせなきゃいいわけです、そうそう空中殺法見せてくれよキューピーの空中殺法をこっちによろしキューピーでそうパトリオットキューピーとかもあるでしょえじゃあ逆にその僕が長谷川さんの立場だったら、うん、え休めない、あ、いや、いや、いや、いいですよ、行ってきて、いや、行きますよ、その時はキングがよろしキューピーやればいいですよ、ダメですよ、やれ一番恥ずかしいでしょ、こんなの地獄見てんだから、一番横でこれ俺らやりたくねえよって思ってるんですから、本当に
諦めたら負け。なんでだよ。諦めるとかじゃないのよ、感情。心が折れたら負けなんだから。心さえ折れなきゃ大丈夫なんだよ。この間折れかけたじゃないのよ、お前。舞台上。じゃあ俺が折れたんで。ダメだよ、じゃあ。負けてんじゃねえか。でも、そうだ、そういうことがあって、まあまあ、桜本通信だけじゃないですけどね、うん、あの、ちょっと M1 が近いんで、ネタ合わせもしなきゃいけないですし、その後、桜本通信とかもありますんで、ちょっとご予定が合わないので、申し訳ありませんっていう断り方をしたんですけどね。なんかまたその人となんかご縁というか、なんかそういうのは僕は連絡先をその子とは交換してないので、今頃あれじゃないですか、堀内君が交換してんじゃないですか。 あれ堀内さんっていらっしゃるんでしたっけ。堀内君はいるね、今日舞台でしたから。ああ、彼女ってこと。彼女分かんない。いないんじゃない。いないんじゃない。聞いたことないよ。だから粋ですよね、粋な子、先輩の後輩のアシストですよね。俺はいいよと。俺はいいよと。悲しくて。何がだよ。何が悲しいんだよ。でも堀内だって、なかなかのポンコツだから、今頃もう解散ですよ。堀内さんってでもなんか、喋り足しとかなんか、結構崖でも結構ワイワイ喋るじゃん。いやだって楽しいというか、堀内お酒飲めないしさ。そうなんですよね。あんま飲めないし。そうだ、その4人で飲んだ時も、あの男2人、私と堀内くんもお酒飲んでないですからね。まあ、そんなに好きなタイプではないので。やっぱでも飲めないってやっぱダメなんですか。やっぱ飲む子だったら相手飲んでくれた方がいいんじゃない。気兼ねなくやれると思うよ。飲む子でしたね。ワインが好きな子でした。だから僕は言いましたよ、その時も。ファンタの方がうまいっつって。言いました。ファンタの方がうまいっつって。いや、目が怖いっすよ。なんすかその目。一生童貞。一生童貞。それは分からない。俺のファンタに対する忠義よ。だってお芝居の打ち上げだって、打ち上げできないんですよ、今この色の。あ、まあそうですよね。集まってお酒飲めないんで、はい、簡単な打ち上げではありますがっつって、楽屋で距離を取ってジュースを持ってみんな乾杯したんですよ。その時だって僕はちゃんとファンタグレープを取ってますからね。いや、ちゃんと安心してください、僕はちゃんとファンタグレープを取ってます。知らない。何がちゃんとか分かんない。不安もくもないでしょ。男の飲み物ファンタグレープって取ってますから。ファンタグレープが一番。ファンタグレープだけは俺は裏切らない。味も変わらないし、裏切られてほしいな。ファンタに裏切られてほしい。若干この間裏切られてくれ、プレミアムつって言った。果肉入りかな。出てましたね。若干裏切られてくれ。あれちょっとこれも口に合わなかったです。そうか、やっぱじゃあ僕お酒飲めるんで、じゃあ勝ちですね。はい。やついてるぞ、ちょっとやついてるぞ。飲めない、ガガ飲めるんで。俺も飲めないから。勝ちですね。何が勝ちなの。いや、腹立つ。そうなったら何が勝ち。そうなったら僕は勝ちだなって。そうなった場合。あ、だって僕なんかだって普通に女の子とデートし、ね、してましたから。あ、だからあ、どうなったんですか、その自粛の前どうたらこうたらみたいな。そうそうそう、そんな中飲み行ったりとか、うん、あ、しましたよ。そうそう、そういう子たち、なんか最近知り合った子がいてって、まあ、今後どうなるかみたいな、うん、でコロナ始まって、その後どうなったのあれって。いや、全くもう連絡取ってないですし。あ、だからちょっとね、自粛前だったもんね。で、僕も今本当にあの飲みとかご飯ですら、あのすいません、ちょっとあの入れさせてくださいって断っちゃってるんで。理由はコロナ。やっぱコロナ、やっぱちょっとやっぱ感染したらね。喋っていい、喋っていい。寝てない。なんだ、怖くないよ、あの人。大丈夫だよ。まだ怖くない。まだ大丈夫。あの目は死ぬけど怖くないんだよ。なんだよ。どうしたの。童貞は友達。やばい。野生に帰っちゃう、野生に帰っちゃう。やめですよ。このままをあんまりやりすぎると、本当に山に帰っちゃうから。やばい。童貞と童貞じゃないと思う。俺何もしない。聞いてるだけなのに。急に。ね。大丈夫。怖くない。怖くないよ。童貞と同時代ってやっぱ壁はあるんですよ、やっぱ。すごいね、壁はあってね、すんごい上からね、いや話聞いててじゃないですか、あのね、ちょっとね、上からすごい上からこう、うーんだよな。いや、だって違う、喋ってるからね、あなたがね。あなたが喋ったよ、それ聞いてないんだよ。なんかちょっと怖いな。どうだったのって話が、まあ、要はだから連絡を取ってないってことで、取ってないんですよ。はい、喋ってる間に急に恐怖を感じたんですよ。ゾワッと背中の上に産毛が逆立つ感覚ね。そうちょっと怖かったわ、本当に怖かった。まあ、準備でも確かにいろんな子にね、アプローチかけるんだけどね。まあ、そうあんま長く続かない。そうですね、やっぱ寅さんみたいなもんですから。
ね、うん、だからもう声をダニシーですね、安心してください、僕はまだ童貞ですよっつって安心してください待ってるよと。でもどうすればいいですか、本当これ僕悩みというか、な、何よ、あの気持ちはあるんですよ、あの女の子となんか仲良くなって、うん、その接点を増やしたいですけど、このご時世行けないじゃないですか、うん、ご飯行こう、飲みに行こうもちょっと、ね、誘いづらいよね、なんかいい手はないんですか。一個だけあるけどね、ですか、吉原行くっていう金づくっていう手があるけど吉原もちょっと危ないじゃないですか。危ないね、そっちも危ない、そういうことじゃない普通にそこ危ないかどうかじゃねえんだよ、濃厚接触になっちゃうから、うん、そうね、でも濃厚接触はしたいわけでしょ、別の意味で、のしたいでしょ、それお前気持ちが焦りすぎて、気持ちが焦りすぎなのよ。いや、したいですよ、でしたくないわけじゃないんですよ、だからもう 100% したい。でも100% だって女の子とデートしてうん、うん、こうやっぱしたいじゃないですか、喋るの好きだし、うんうん、でまあまあだからで話のネタにもなるし、まあ、それそれが実ろうが実らないほうがいいんですよ、うんうん、でもそのアクションができをしたいんですよ、うんうん、その女の子と、うん、友達になってでご飯行こうみたいな、うん、飲み行こうみたいのをしたいけど、ね、今それがそうだと思うよ、だ世間一般的にも今はなかなかねそれで知り合ってっていう人も少ないんじゃない。少ないですよ ね、 ですよね、なかなか出会う機会もなかろうとは思うけどな、うん、どうすればいいのかな、どうすればいいんだろうね、う俺も分からん、かだから来てほしい、んお前のとこに来てほしい、え新しいモンスターの女の子あモンスター人間の女がいい、人間がいい、人間の女、モンスターの女の子が心優しい女性が現れるけど後で死ぬパターンだよね、あ最後の方でね、確かに、うん、キングのコング的な、うん、あれ的なキングのコング的なやつですか、キングのコング、ちょっとまあね、どうしたらいいんだろうな、本当ね、わかんないよね、なんかいい手はない、なんかあれでこれこういうのつけていったらどうですか、フェイスシールつけてお互い、でも会食できないじゃん、これつけっぱなしで、まあそうですね、やっぱ取んなきゃいけないしさ、お酒とか飲み行くんだったらやっぱそれでもやっぱ取んなきゃいけないし、これつけたまま行けるところってどこだろうね、だからフェイスシールドだったらちょっと空いてるじゃないですか、この色脇とかこう下の辺から、そっからこうゲラだよ楽しくねえよ、ずっと気使うよ、お酒とかもこのストローでこうちょ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 うやる感じ酔いがすごい回っちゃう、ストローで咲く、あ飲む酒はまだまず咲くつかお前ストローで飲むがあるのお前ねこの咲くなキューピーをモンスターにするなよ咲くの隙間からストロー入れてくれるんだからあのね、あの食べ物とかもこうやってスッガラッて足でコーンって入れてくれるかもしれないさーって、え、何捕まったの牢獄なんか上野になんか牢獄バーみたいなありますけどね、あ、そうあらあら、上野に、あ昔からなんか新宿とかね、ありますよね、そういうイベント、俺行ったことあるよ、やっぱりやっぱ女の子、今の彼女じゃないけど、はい、行ったことあって、そう、あれも面白いよ、なんかそういう牢獄的なところでたまにどんくらいの期間かわかんないけど2時間に1回ぐらいサイレンがわーっなって、なんか脱走しました的な話になって、で、なんだろうねって言ってると、なんか殺人鬼みたいなやつがガーって入ってくるんですよ、楽しそうで、で、あーいや、大丈夫ですって言ったら、あ、はい触れちゃいけないから触れちゃいけないから、あ、そう、触れちゃいけないからいや、来ちゃダメですよ、そんなやついやいや、でも、やっぱその人だ、その人はだってほら、あの店員さんだから、うん、あー、本物じゃないからね、キューピー行ったら本物と間違えられると思う、多分その、お前変に触ってんだよって早くお前働けみたいな感じになる、あ、ちょ、いいじゃん、いいじゃん、なんか、それウィーってなったら、お前ちょっと出歩けよ、外無表情です仕掛け人であるじゃん何にもしないで、キャーッキャーッ客だよ客だよ客だよもしかしたら、普通に飲んでるだけだったら、はい、その襲いに来た、その殺人鬼役の人がバッて来た時にお前見たら、おーってなる本物だってこれ取れ、これ取れ、これこれ、これバシッと殺人鬼を倒しちゃう、そうそうそう、いやいやいや、主役になれるよ、違う、そこで目立ってもね、そこで目立ってもでしょうよ、いやでもモテるかもしんない、いや、じゃあやるよモテるためならいくらでも、わかりました、じゃあちょっと一曲いきますか、はい、はい、
そんなわけで君たち3人にこの曲をお送りいたします。テレジアでいつも2人で。お送りしましたのはテレジアでいつも2人で、はい、聞いていただきました。はい、というわけでございましてね、さくらんぼ通信をお送りいたしておりますけれども、はい、まあまあまあこの番組改めて趣旨説明させていただくと、私から皆さんから見ましてこちら側の3人ですねがさくらんぼでございます。彼女できたことございません。なのでね、ぜひ、これ見てる方でちょっとデートしてもいいよなんて方いたらね、メールください。そっちメール出てますよね。千住アットマーク cwave.jp 千住アットマーク cwave.jp、ね、ぜひ性別問わないんでね、性別問わない、性別とか本当に人種とか、いや最悪人じゃなくても大丈夫なんで、ポリコレにね我が番組で対応してますんで、そうですね、もしねこれを見てる2丁目の方いたらどうですか、彼彼意外と人気ある感じですよ、大丈夫です、全然初めていただいてわけだから、ね、大丈夫です、よろしくお願いしますね、よろしくお願いします。はい、というわけで、まあね、最近コロナでね出会いとかも少なくなってますけどね、今日まあでも割合最近はちょっとずつちょっとずつコロナも減ってきてるじゃないですか。まあそうですね、今日で、東京が149人、はい、全国で495人といった感じだったみたいですよ。いやまあこれからもうちょっと増えるかもしれないけどね、今のところはそんな感じらしいですけれどもね。でもなんかこの間、はい、なんかのテレビ見てたら言ってたんだけど、なんか世界的に見てもしかしたら日本のコロナはちょっと毒性が低いんじゃないかって説が出てるらしくて、他の国のヨーロッパとかで広まってるヨーロッパ型とかに比べて、で今日本で広まってるコロナは毒性が低いので重症者もそんな出てない、まあもちろん日本の医療体制とかもあるだろうけど、ただちょっとそれにしてもちょっとあまりにも、ちょっと毒性は違うんじゃないかっていうので、ちょっと有力な説として言われてるので、なんか本当いろんなものが分かってないですよね、うん、結局コロナのねその自粛期間中にあった BCG の説とかも、うんうんうん、結局その最近になって検証してやっぱりあれ効いてるんじゃないかみたいな説も出てきて、まあだからそう今後オリンピックきっとやるのかやらないのか分からないけど、やるとしたらでも
今後ね、やっぱ海外からそれが持ち込まれる可能性もあるのでね、そうっすよね、やっぱ来年とかね、なんだったら今年の冬もね、インフルとまたね、コロナは流行ってくるだろうし、すごい、どうなるか、そうね、っていうところですけれどもね、1個だけ今、ふっと思い出したんですけど、はい、まあ、さっきのお話で、女の子が来るからして、ピースケプーコのプーコさんと、やっぱ今朝方、LINE をちょっとしてたんですね。はいはいはい、で、桜も通信、今日なんですっていう、お断りのね、LINE をするので。申し訳ないんですけどちょっといけませんでした、はい、っていうお話の中でプーコさんとその桜も通信に対してのやり取りがあったんです、うん、で、薄倉屋じゃないんですよと、うん、今金ブラという2人がやってるんですよと、うん、っていう話になって、うん、プーコさんが金ブラの弟が、はい、弟キューピー、はいはい、キューピーが、はい、好きじゃないっつってっていうラインが来ました。残念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 、うんうんうんいやそれはもう MeToo って返してるから MeToo って言っていやもうなんかトウコさん僕も嫌いだなっていう、うん、感じてましたそう伝わる感じてました感じてましたごめんなさいごめんなさい僕は存じ上げてますね、うん、ああよかったよかったそうですか感じるなと思ったんで、まあ、距離がねただ生理的に気持ち悪いと気持ち悪いそこというラインが来ましてそこはしょうがないそこはしょうがない辛辣って返したら、うん、本当に無理って返して本当に無理、うんうん、そこはもうしょうがない そのふっと思い出してこれを言うべきかなどうかなって思ってたのよなるほどね、うん、そういや僕はもう存じ上げてたのあ存じ上げてたの、はい、全然感じておりましたそこはそれは申し訳ない、はい、あのそれアンテナすごい張ってるので、はい、私のこと嫌いであろうアンテナそうそうそうバリバーこの子多分僕ダメなんだろうなとかあ、この子大丈夫かなみたいなのはそうですね。なるほど、ね。でも数少ないですよね。キューピーの音を嫌いっていう人は。あ、そう？はい。そう。え？わからんよ。そう、ここ3人そうだよ。え？ここ3人はそんなに好きじゃないよ。よく番組やってますよ。よく嫌いず挟みますね。身内にもいるから。福兵がいるから、福兵が。そう。え、もしも漫才協会、僕の嫌い。説あるかもしれない。あのついてる人がいないんじゃない？あ嫌ってるか あのもうどうでもいいか一番冷たい。どうでもいいが一番。じゃあ僕の勘違い。なるほどなるほど。なるほどね。そうか。ちょっと来月からちょっとお休みしよう。自粛期間。またちょっと自粛しようかなと。そうですか。でもまあもうしょうがないですね。そこはもうしょうがないしょうがない。プーコちゃんなんかねあれだもんねなんかあちょっと言い方あれだけど綺麗好きだしなんかちょっと生理的に透明感がある方がね。そう透明感ある方が好きだし。透明感ない。でも僕清潔感あるとはよく言われるんですよ。あ気のせい気のせいそれ。おしゃなんかおしゃれって言われるし。おしゃおしゃれ。おしゃれちゃんと結構気が使ってますしね。そうなんですけどね。なんか暑苦しい思われる。そうそうあのポコさんねそんな圧がすごいある人はそんなにお好きではないかなっていうの。じゃあ僕これはねやめられません。やっぱ圧はやっぱ芸人僕らはもうキャラ的に言えば前に出るじゃないですか。前に出るキャラだから。前に出るキャラだから。圧はしょうがないと。そう圧はこれで圧というかこうなんですかこう引き気味な。姿勢になると、うん、僕つまんなくなるんでダメですね。おだからもうキューピーという生き物自体がもう前に出る生き物ってことです。なるほど。以上。それがちょっと最後でいいですか。はい、最後のこと。最後のこと。じゃあ来月からはね、長谷川さんと。長谷川さんと。桜の通信で水。はい、というわけでございましてね、お送りいたしましたさくらんぼ通信、キューピーがね、今回嫌われてるということであれなんですけれどもね、おかしいだろ、まあね、東洋館もね、1日から19日までは、はい、今のところ毎月やっておりますのでね、はい、まあお時間あって余裕がありましたらまたいらっしゃっていただければなとは思いますし、はい、お願いします。また、国立が、僕はですね、国立11月の28日先なんですけど、うん、ありまして、でその前にキラーコンテンツ、はい、僕らがですね、今月の9月の26日に国立演芸場で、花形演芸会というのを出させていただきます、はい、9月の26日です。国立演芸場でございます、はい、花形演芸会、はい、
何時ぐらいからでしたっけ？あ、2時ぐらいからじゃないですかね。大体不安ですね。すぐあの言いましたけど、あの詳細はホームページを見ていただけるので、よろしくお願いします。もね、ぜひあのお時間ありましたら見に来てください。国立でも十分対策をして、もちろんです、お客さんをお迎えしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、お送りいたします桜本通信なんですけど、あ、そう、国立ね、国立だって本当そうなんだよ。俺らと左利きとキラーコンテンツ、コロナで一回飛んでんだよ。そうです。ああ、そう。本当3月4月でしたもんね。3月4月で本当もう自粛で、もう国立ですみませんできないですって言われて一回消えて、で、また機会があった時にって言って今回入れてもらって、リベンジ、リベンジですよ。頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで桜本通信、次回は10月の14日午後9時でございます。また見に来てください。よろしくお願いします。